家事をしていて腰痛になる、諦めていませんか？骨盤の位置が原因です。こんにちは、奈良市の針と猫背の専門家、縁道鍼灸整骨院の福井です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は家事をしていて腰痛になる原因についてお話したいと思います。一日中家事をしているとどうしても腰痛になりますよね。掃除機をかけたり、お皿を洗ったり、洗濯物を洗濯機から取り出す、こういった時に腰痛、ぎっくり腰になることってすごく多いんです。だからといってやらないわけにはいかないですよね。この腰痛の原因が分かれば、あなたも日常の中で腰痛に悩まされることが少なくなると思います。今回お話ししていく内容は、腰痛を治すというよりも、腰痛がこれ以上ひどくならないように骨盤の位置を正して予防していきましょうっていうお話になります。それでは始めていきましょう。まずは家事をしていて腰痛になる原因ですね。骨盤の位置がどうなっているのかお話しします。家事をして前かがみになっている時に腰痛になる原因、それは骨盤が後ろに下がってしまっている。もっと簡単な言葉で表すと、へっぴり腰になってるっていうことです。へっぴり腰って全国的に言うんですかね、関西だけかもしれないんですけど、お尻が後ろに出ている状態ですね。腰が引けてるとも言います。例えば前かがみで洗い物をしている時に骨盤が後ろに下がってお尻が出ていると、腰とかお尻の筋肉自体にすごく負担がかかってしまいますよね。これが前かがみでお皿洗ってたり掃除機をかけている時に痛くなる原因なんです。ではどうしたら予防できるのか、痛くならなくて済むのかっていう話をしていきます。少し話が脇にそれますけど、僕たちも治療中っていうのはどちらかというと前かがみで治療することが多いです。例えば整体をする時とか、マッサージをする時とか、針を打つ時とか、前に患者さんが寝ているのでどうしても前かがみで治療をするんですけど、時々患者さんにこんな風に質問されます。先生、そんだけ治療ばっかりして先生自身の腰とか肩とか痛くならへんのって。そんな時僕はこう答えます。ちゃんとした姿勢で施術をしているので腰は痛くならないんですよ。そうなんです。正しい姿勢を取れていたら腰ってそんな負担かからないから、疲れることはあっても痛みとかにならないんですね。なので今回お伝えするのは、腰痛にならないように僕たち治療家もしている対策になりますんで、日常の中で使っていただければと思います。ではようやく本題の骨盤の位置の話です。腰痛にならずに前かがみになる方法、それは腰を落とすことです。よくスポーツ選手なんかで前かがみで構えたりしますよね。例えばテニスプレーヤーとかバレーボールの選手とかっていうのは、だいたい前かがみで構えます。でも前かがみで構えてるからといってお尻が突き出てへっぴり腰になってるっていう方いないと思います。お尻が引っ込んでるとか、そういった指摘をされることってあると思うんですけど、それが日常の中でもされているんですね。なのでへっぴり腰にならず腰を落として立つ方法についてお話します。まず足を肩幅に開いてください。肩幅に開いたら足をまっすぐ平行に立ちます。そして内股にキュッと力を入れてください。これだけでも安定して立つことができるようになります。そしたら内股に力を入れた状態のまま膝を曲げて腰をエレベーターのようにスーッと下ろしてみてください。膝を曲げた時に膝先があまりつま先より前に出てしまうと膝を痛めてしまうので、少しだけ後ろ荷重のイメージをして、つま先と膝の位置がまっすぐ上から見た時にかぶってるかかぶってないかぐらいのところにしてください。スクワットの要領と一緒です。この姿勢で例えば食器洗いの時なんかは、膝をシンクの下の棚ですね、棚のドアのところに当てて体重をかけてもらったらいいし、もし掃除機をかける時であれば揃えてる膝を前後にずらしてもらったら前に重心を移動させることができますんで、腰をストンと落とした状態で力を込めて腰を入れて掃除機をかけることができます。この方法は正直言ってすぐにやれと言ってできるもんじゃないかもしれないです。なので順番に一つずつ練習してやっていってください。もう一度お伝えしますね。まず足を肩幅に開きます。そしてつま先がまっすぐ平行になるように立ちます。その状態で膝がつま先より前に出ないように浅く膝を曲げていきます。そうすると骨盤の位置がスーッと下に降りますので、綺麗な中腰を作ることができます。
今回は家事をしていて腰痛になる原因についてお話ししました。家事は誰かが必ずやらないといけないことです。うまく分担して複数人でできるといいんですけど、なかなかそうもいかないと思います。だからといって一人が長時間同じ姿勢で家事をし続けると必ず腰痛やぎっくり腰の原因になります。正しい姿勢を作って日常の家事の負担を少しでも軽減できるように僕は願っています。この動画に対する質問とか何かリクエストがありましたら下のコメント欄でコメントをください。動画にして皆さんに提供できるようにしていきたいと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お大事に。